こんにちは、円卓の平です。ノンスタイルの井上色じゃないですか。はい。アシンメトリーの髪型だった時期あるでしょ。うん、うん、あれに対して千原ジュニアが途中で美容師死んだんかっていうツッコミしたんだけどあれがすごい好きだねさすがだなってそうですね。こんにちは、円卓の松林です。ちょっとジュニアつながりで何ヶ月も前ですけど、うん、新社会人に送るジュニアの言葉みたいな動画がありまして、うん、まあ、いろんな人がやってる中でジュニアもそれがやったっていう。で、本当体育館で一人で喋ってるんですけど、それが10分ぐらいかな。なかなかいいんですよ。内容がもともと中学生の時ぐらいから不登校なんですよね。ああ、そう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 、うん、自身の経験も踏まえてこれから社会に出てく人たちに向けての言葉みたいな。それすごい、まあ笑えるしおすすめなんで、ちょっとね探し方がわかんないですけど、なんかググって調べてみてください YouTube にあんの？ YouTube です、 YouTube です。あ、はい、ちょっとねおすすめなんで。チャンネル行けばいいのかな。ジュニアのチャンネルじゃないんですよね、それが。あ、そうなんだ。なんかのチャンネルの企画でホリエモンとか、あ、出てる中でジュニアも出たっていう。ちょっと探すしかないですね。ちょっと探してみてくださいすんません、はい、はい、今回はですね Twitter の DM とかで、まああと他にも YouTube のコメントとかで質問来たりするんだけど、プロの現場でフリーテクスチャーとか、そういうものって使ったりするんですかっていう、はい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 、今回はそれについてちょっと答えていこうかなっていうのと、現場ではこうしてるよっていうのを紹介しようかなと思ってます。まず質問来たフリーテクスチャー、まあフリー素材とかかな、いわゆる写真とか、そのテクスチャーの素材というか元になる写真素材って言えばいいんですかね、うん、地面とか、うん、壁とか。あ、そう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 、そういうやつですかね。これは余裕で使います。まあ先に話しちゃうとなんだけど、商業利用していいかどうかとか、そういう確認が大事なんだよね、こういうのって。そうなんですよ。これがですね、うん、少し前に会社名絶対出せないんですけど何すか調べればちょっと出てくるかもしれないですけど、はい、大手メーカーがものすごいこれをやらかしてしまったというか、その使っちゃダメなやつをってこと？なんか許可なしに使ってたことで今すごく問題になってるっていうのがあって、うん、だからこの手の問題ってすごい怖いんだなっていう。本当そう。なので無料ですよってなってたとしても、使われ方に制限があることがあると思うんだよね。制限されてることが、ね、なのでそれはちゃんと確認してますと。商業利用が可か不可かっていうのは大体書いてたりするので、うん、まずはそこを絶対に調べてから使うっていうことですね。もし分からなかったらそういうサイトのものは使わないようにしてますね、怖いんで。なので松尾くんを呼んだ背景の解説動画の時にもちょっと話出たと思うんだけど、テクスチャーに限らず 3D のモデル自体、まあこれフリーっていうのはあんまりいいやつはないとは思うんだけど、逆に購入してっていうのは本当によくありますね。よく本当にあります。その方が一から作るより安いんですよね。そうなんです、そうなんです。実際テクスチャーに使うための、例えば人の肌とかのさ、元の素材って言えばいいのかね、写真素材、そういうのをやっぱり影とか入らないように綺麗に高解像度で撮ったりするのって手間なんだよね。そうですね、実は結構難しくて、だからやっぱり買った方が早いなっていう。なんか1ヶ月いくら契約みたいなやつは使ってたりしますね。で、何枚までダウンロードかみたいな。なのでなるべく無駄にしないようにというか、落とせるときに落としとくって感じだね。モデラーの方はそういうの多いですよね。モデルにしろテクスチャーにしろ、そう、うん、アニメーターってさ、逆にそういうのあったりするのかなほとんどないっすねまずフリーのアニメーションってまず聞いたことがない、うん、フリーのアニメーションってないの？よくあるのは、うん、仕事で使えないんですけど、MMD ってあるじゃないですか、うん、俺 MMD がよく分かってないんだけど、 MMD っていうソフトがあるんですよ、うん、まあニコニコがメインで使ってるっていう言い方が正しいか分かんないですけど、アニメーションを作るソフトなんですよ。それでダンスを作ってみましたっていう人がこれを無料で配りますっていうのはよく目にしますね、うんうん、あれってキャラクターが2体並んで踊ってるみたいなやつ、あれ MMD？ 踊ってるのがほとんどなんですけど、うん、普通にアニメーションのソフトです、うん、あ、そうなんだね。そう、僕もあれものすごい昔にどんなもんかと思って試しに使ってみたんですけど、うん、これでアニメーション作れてる人天才だなと思ってそんなにやりづらいの？めちゃめちゃやりづらいです
でも人気あるよね。人気あるし、ブレンダーも歴史は実は長いんですけど、うん、ブレンダーの名前が世に出る前から MMD は無料で使えるツールでした、うん、あ、そうだね。俺名前は聞いてはいたんだけど、物を見たことがないから、うん、そうそう、いまいち理解しきれてないんだけど、まあなので探せばもしかしたらあるかもしれないんですけど、汎用の例えば歩き走りだったりとか、うん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 、多分あるんですけど、買ったことないですね、うん、やっぱそうなるのか。だからあとはモデラーは結構頻繁に使うっていうのと、エフェクターさんももしかしたらあるかも。エフェクターあります、あります。エフェクトは汎用の素材というか素材集みたいなのが売ってあるんで、うんうん、例えば炎のパターンとか爆発のパターンとか、うん、そういうのは買って使いますね、うんうん、そうだよね、はい、もちろん全部が全部買ったものをしかもそのまんま使えるってことはめったにないんだけど、必ず手は加えなきゃいけないんだけど、うん、それでもゼロからよりはね早いから。なので学生さんとかでも例えばリアル系のキャラモデリング、背景モデリングでもそうだし、そういうのやるときはテクスチャーのフリーの素材ダウンロードできるサイト、うん、探しておくのは大事なのかなと思いますね。そうですね、完成させるための手段の一つなので、はい、ただまあ一から作る経験も絶対した方がいいんですけどね。うん、そうだね。ただやっぱり地面とか砂利とかこれをね、例えば手で描くであるとか自分で写真撮って使うっていうのはね結構難易度高いから。そうですね、でプロの現場でもやらないことを学生が勉強する必要あるのかなって思ったりもするんだよね。単純にソフトの使い方というか、うん、習得するための一つとして勉強するっていう意味ではいいかなとは思うんですけどね、うん、素材を作るのが、素材を作ること自体が、あ、この機能ってこういう効果があるんだとか、うん、いきなり素材を使うよりかはちょっと作ってみて、で、あ、全然ダメだなって思ったらそういう素材を使うとかでもいいと思うんですけど、それでも俺はテクスチャーはいいんじゃないかなって思っちゃうね。例えば、うん、はい、仕事で前に和紙みたいな表現をすることがあって、はいはい、モデルにこう貼り付けてちょっと和っぽい雰囲気というか、うん、フリーの和紙の素材なんてたくさんあるんですけど、うん、フォトショップ和紙で調べると作り方みたいなの出てくるんですね。一応、うん、まあ、そっちで一旦ちょっと作ってみようかなと思ってやってみて、フォトショップって僕の場合ガチガチに使うことないんですけど、まあ、それでもその時に、あ、この機能ってこういう役割なのねとか、こうすればこういう風に見えるのねとか、うん、何かに活かせる形にはなるんで、その時使わなかったとしても、うん、まあ、だから経験としてはあっていいんじゃないかなと思いますけどね、うん、まあ俺はあんまりあ、そうですか。いや、そこまで実用的じゃないものを無理にやる必要ないかなって思っちゃうタイプ。どっちかっていうと、例えば落としたテクスチャーの素材があるじゃない、はい、あれが解像度が足りなかった場合、うんうん、もっと大きく使いたい、人間の皮膚とかそうだよね、うん、よくあると思うんだけど、そういう時にそのダウンロードしたテクスチャーを並べて、1枚だったやつを4つ並べてとかさ、単純に引き伸ばしちゃうと解像度悪くなるだけだから、うん、そう4つ足して大きくするんだけど、そうするとこう十字につなぎ目が出ちゃうじゃない、うんうんうん、それをタイリング綺麗になるようにループして全部つながって見えるように直すとかやるんだ。そうか、まあそれがテクスチャーの作り方だから。そうだから、そういう落とした素材をどう使うかの技術を磨いた方がいいかなって俺は思う。あ、そうですね、なんかそういうことをやってればフォトショップとかそういうペイント系のソフトもなんとなく詳しくなってくるんじゃないかなとは思いますね。なんかここの石の影だけちょっと取りたいなとかさ、この石だけ邪魔なんだよなとか、そういうのとかさ、あと皮膚のテクスチャーとかでもここのほくろいらないんだよなとかさ、そういうの綺麗に消したりとか、そういうのは十分覚えていけるかなと思いますね。確かにテクスチャーの作り方ってそもそもそうですもんね。そう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 、うん、モデルに関してはキャラモデラーとかプロップスモデラー目指してる方は買っちゃダメそうですね、これに関してはやっぱり自分で一から作りましょう。モデリングに関してはやっぱり造形力が求められるので、それはやっぱり自分でやりましょう、うん、ただ背景に関してはレイアウトする能力が背景モデラーの能力だったりするので、それは一部買ったものを使っても僕はいいと思ってます、うん、なのでその目指す職種によってそれは変わってくるっていう、はい、ことですね。そうですね、うん、で例えばゲーム系の
キャラモデリングをしたいとかで、それに合うテクスチャを作りたいってなった場合は、うん、手書きの能力が求められてくるので、うんうん、それはやっぱり書いた方がいいと思いますね。テクスチャもちゃんとフリーで落とした素材からどうにかゲームっぽくってやるよりも書いちゃった方が絶対早いんで、そうですね、そのルックによっては使えるかもしれないけどね、やっぱりそれでも書いた方がいわゆるゲームのテクスチャっぽく仕上がると思うんで、うん、そこは書く練習した方がいいと思いますね。そうですね。で、まあ、ちょっとテクスチャの話からは外れちゃうかもしれないですけど、はいはい、さっき言ったプロップだったりとかは絶対作った方がいいと、はいはい、これはまあ昔の平さんの仕事を見てるから僕も分かるんですけど、うん、はいはい、今キャラモデリングがメインじゃないですか、はい、だけど1年2年目ぐらいかな、平さんがまだキャラを作ってない時、はいはい、新人の頃ね、プロップをひたすら作ってましたよね。あ、そう死ぬほど作ってましたよね。めちゃくちゃ作ってた。そもそも俺が入社した時ってアニメーターとして入社してるんだけどそうですね、本当に仕事がない、ちょっとこれ説明難しいんだけど長くなるから省くけど、自分から何か仕事をくださいって言わなきゃいけなかったんでね、なんでそういうプロップス、そういうのをひたすら作らせてもらって今に至るって感じだから、多分俺作ったことない質感ってないって言ってもいいぐらいいろいろ作って、その時にまだ覚えてますけど、うん、漆とプラスチックの質感の違いが分からんって言ってたんですよね。いや、てか今でも分かんないけどそう、あの漆塗りの器ってあるじゃないですか、はい、あれを作った時にプラスチックっぽいねって修正来たのよ。うわー難しい、うん、ハイライトの大きさとかさ、バンプマップの凹凸の具合とかさ、そういうのを見比べるんだけど、分からんと思ってプラスチックと漆の違い分からんと思って今でも分かんないけど、でもそれすごいいい経験だったと思いますけどね。そうだね、それを何が違うのかなっていう考えるのが大事だからね。うん、でもやっぱり高級感はあるじゃない、漆のやつって。だからそういう色味であったりとか、うん、そういう問題だとは思うんだけど、だから複合的なところでそう見えてるっていう質感の勉強とかをそれですごいしてたし、単純にやっぱ物をたくさん作ってたから、いかに滑らかに物が見えるかとか、その辺とか相当鍛えられたんじゃないですか、その時。 だいぶ鍛えられたと思うね、うん、そうあと氷とか難しかったね。なんかアニメっぽい表現で人間が凍ってくみたいな、中に人間が入ってる氷を作んなきゃいけなかったんだけど、最初なんかローションぶっかけられたみたいな人間なんかテカテカのね、なんか全然氷に見えないなと思って、うん、いやあれはめちゃくちゃ難しかったね。そうですよね。まあ今はさ、レンダラーとかが進化してるから、うん、氷の表現とかも簡単になってきたんだけど、昔はやっぱね屈折とかなかなかうまくいかなかったから、最近は実際に現実にある屈折の数値とか透明度とかまんま同じの打ち込めばとりあえず一緒になるはず。だから割と物理的な話というか、それでうまくいかないなら環境の設定の方が間違ってるって感じかな。なるほど。あ、そうそう、ちょっと話戻すけどさ、権利気をつけた方がいいよって、あれさ、フォント文字のあれも権利がねあるんですよね。これ僕らも YouTube やってるから、うん、今テロップ出てるんですけど、はい、このテロップもちゃんと気使ってやってるんですよね。今この使ってるテロップは商用利用可能なフリーのテロップを使ってます、うんうんうん、あとはサムネに使ってるフォントとかだよね。そうですね、なかなかそういうのも、あ、これ全部権利あるんだみたいなプロになってから知るよね、やっぱそういうのってね。学生のうちはもしかしたら知らなくても問題になることって、商用利用することってないかなとは思うので、うん、学生さんはさすがに大丈夫だと思うんだけど、ちょっとこれは働き始めてから気をつけなきゃいけない部分なので、はい、うん、その辺の知識もあるといいかもしれないですね。もし入社してまだ1年とか2年のスタッフの人って知らないかもしれないから、もしこういう動画見てたらこれで知ってもらえればなとは思いますけどね、うん、そうですね。はい、じゃあ今回はプロの現場でフリーだったり売られてるものの素材どう使ってるかっていうのを紹介する感じの動画でした、うん、なので学生さんも学生のうちからプロがやってるようなやり方と同じ使い方していいんじゃないかなって僕は思ってますよっていう話ですね賛否あるかもしれないけどね。そうですね、まあ僕らの意見としては全然ありですよっていうところですね。はい、じゃあ今回はこのところで終わろうと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。動画を最後までご覧いただいてありがとうございます。円卓では 3DCG 業界のですね、リアルなところをもっと話していこうと思っております。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。本当は年
市伝説とかホラーとかやりたいんだけど、まあそっちの方にもシフトするといいんじゃないですかね。いいんだところで柴田喋って